以前ね、それこそこの花系の記念応援ラジオっていう名前でしたね。まあ僕というかそれは岩熊と刑事がその喋ってるっていうその入りから入る、そのなんか木曽根の上くらいのイメージでっていうので、そうそう、そのラジオ番組をここでやらせてもらって酒を飲みながらこうやってたんだよね。だって俺2本先で全4本って言いましたけど、1本の尺1時間以上経ってますからね。だから2時間以上ここで日本酒ずっとみんなで飲んでるんですよ、喋りながら。ただの飲み会だよね。いや楽しかったですね。まあそういう感じでね、今日はちょっとお酒がないから、また次回ゲストの方がいらっしゃる時にはまず聞いといて、お酒は飲みますかって。